分散投資のネット証券の選び方についてご相談いただいてますね。投資額の増減、あと取り崩し、まあ取り崩しの手数料ですね。あとまあ信託報酬について、まあここで述べたようにですね、まず投資額の増減が簡単にできるかどうかっていうのも大事ですね。投資額をやっぱり減らしたい増やしたいっていうのは途中であると思いますので、これができるかどうかチェックポイントとしてですね、あと取り崩しがすぐにできるかどうかですね。要はまあ入れすぎたお金をちょっと戻したいとかですね、まあ自分の事情でちょっと一旦お金を戻したいということができるかどうか、そしてその時に手数料がかからないことですよね。かからないことがまあ必須になると思います。やっぱり取り崩しで手数料負けしてしまうというのはもったいないので、あと信託報酬ですね、年間、まあ、数千円、1000円以下とかだったらいいと思います、年間ですね、まあ、こういうチェックポイントがあります。フィリピン移住のですね、されたい方がのご相談で、マカティのスパについて教えてくださいと、まあ、これは